はい、夕方の上野原にやってまいりました。あー、もうこれヘラの産卵が始まってますね。こう卵が付着してます。水温も19度とね、だいぶ上がってきましたので、ミミズで何かを狙ってみようと思います。何か当たりました。なかなかいい引きです。お、ヘラブナっぽい。ヘラブナかな。あ、フナだ。フナです。フナが釣れました。ヘラブナとマブナが混ざったやつだな。いわゆるハンベラっていうやつですか。はい、上がりました。うん、まあまあの大きさだね。ほら、うん、まあマブナとヘラブナがやっぱ混ざったやつかな。ミミズエサに食ってきたからね、完全なヘラブナじゃないですね。まあどっちかっていうとマブナなのかな。うん、また釣れました。また船っぽいな。また船だ。また船です。よっち、さっきと同じぐらいの大きさだ。はい、また釣れました。多分これはマブナだね。ちょっと体高が高めだけどね、でも多分マブナだと思います。はい、18時25分、納棺です。今日はね、1時間弱しか竿を出しませんでしたけど、その間に結構な大きさの船が2匹釣れました。それでね、この辺で釣れる船はね、まあ、一応マブナとヘラブナが交雑していて、かなり怪しい船がいっぱいいるんですよね。まあ、ヘラブナ釣り師の間でハンベラって言われてるやつですね。で、まあ、マブナ寄りのハンベラとかね、ヘラブナ寄りのハンベラとかね、いろいろいます。今日釣れたのはまあマブナに近いんでしょうね。とにかくミミズ餌で食ってきましたからね。でこのフナね、マブナヘラブナに関わらずですね、このフナっていうのはですね、焼いて食うと結構美味しいです。ただね、普通に切り身にして塩焼きにするとですね、結構美味しいです。刺身で美味しいなんていう人もいますけどね、まあ、私も刺身で食ったことはありますけど、まあ、特段美味しいなとは思わなかったですね。今日のこのフナも切り身にしてですね、焼いて食おうと思います。はい、今日は37センチのマブナが2匹釣れました。それでは今日はこの船を2枚におろしてから、焼き魚用に切り身にしようと思います。まずは鱗を取り去ります。鱗を取り去ったら、次は尾びれを残して他のすべてのヒレを料理バサミで取り去ってしまうと、後の作業がやりやすくなります。はい、これで尾びれ以外はすべて取り去りました。次ですね、この表面にね、ちょっとぬめりが強いんでね、船はね、このぬめりを取るためにですね、塩をかけてよくこすります。
こう鱗落としを使ってね、こするとね、ぬめりがね結構取れますので、はい、よくこすってぬめりが浮いたら水で洗い流します。ぬめりが取れたら次は腹ワタを取り出します。卵が入ってますね。はい、この卵と浮き袋は煮付けにして食べます。はい、これで腹ワタまで出てお腹の中もきれいになりました。次はですね、頭を落として2枚に下ろします。それで落とした頭はですね、圧力鍋を使って煮付けにすると美味しく食べることができます。2枚おろしになったら次は焼くのにちょうどいい大きさぐらいに切り身にします。まあこんな感じでね、焼くのにちょうどいい大きさの切り身になりました。切り身になったらあとは普通に焼き魚を作る時の要領で焼きます。まあ、それでね、こう網で焼く時にはですね、アルミホイルでね、こういう蓋みたいなものを作ってこうかぶせておくといいんじゃないかと思います。はい、できました。船の焼き魚です。これね、結構美味しいですよ、焼いた船。頭はね、こう圧力鍋に入れてですね、まず出汁も何も入れずに水を入れます。で、水の量はだいたいこう頭がひたひたに浸る程度って感じでしょうか。あとは蓋をして圧力をかけた状態で10分ぐらい煮ます。はい、10分煮ました。結構すごい状態になってます。そしたらですね、これを別の鍋にとって出汁を入れて煮ます。はい、別の鍋に移して煮ています。濃縮のめんつゆと生姜を少々入れたものにさっきの煮汁をですね、適当な量入れて、その状態でこう煮ております。まあ、煮立ち始めたらね、蓋をしてね、あとは適当な時間煮ればいいんじゃないかと思います。はい、船のお頭の煮付けです。これね、圧力鍋で煮てるんでね、骨まで食べられます。卵と浮き袋はみりんとだしと生姜を入れて煮ます。卵と浮き袋の煮付けです。これはね、なかなかね、こう焼酎とかね、日本酒にね、合いますよ。